はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームのホローチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、リスナーさんからね、ネットでやばい親がいるぞーってリクエストいただいたんで、お話していこうかなとは思うんですけど、ざっくりお話すると、ですねある親の人がねツイッターでつぶやいてた話があるんですけど、まあ、子供がね、えー、なんか悪さしたよって、どうしたらいいんだーっていうのがね、すごく話題になってたんですけど、ただ、親の方が、ね、ネットでやってることおかしくねえかっていうことで、えー、めちゃめちゃね炎上しちゃってる話なんですよね。まあ、最終的にはそのアカウント、今、あのー、まあ削除されてるような状態になってるんですけどね。と、まあ、ということで 元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでね、まあ、こちらのツイートがねめちゃめちゃ話題になってたわけなんですけど、えー、読んでいきますねお,お父さんのね、えー、ツイートになるんですけど小学4年生の息子おととい俺の財布から5000円抜き取り課金のカードを買ってたっておいやばいことしてるんだってお子供はやばいことしてるぞってそんなことをしたらダメだとめちゃくちゃ真剣に伝えた息子も分かってくれたと思ったうん あちゃんとね、聞いてくれてた、この、まあ、説教というか、まあ、教えてあげたよっていうふうに言ってたんですけど、今日2万抜かれたって、え、昨日ちゃんと真剣に伝えたのに、今度はね、今日2万円抜かれたぞって、連チャンで取ってきたってお金を言ってるんですよね、今ここ、さあどうする、パパはぶっ倒れそうですって、どうやってね、教えたらいいんだっていうことをね、困ってるっていうツイートだったんですけど、まああの、確認できる限りでも、いいねがね、4万件もね、集まってるような状態だったんですよ。ただここののお父さんのアカウントがこちらになる るんですけど小学4年生、男女双子のシングルファーザーしてますよということで、双子のパパっていうアカウントなんですけど、えただね、もう後ろの背景とかもそうなんですけどね、あのその双子ちゃんのね、写真なんですよ、顔写真だったり、アイコンもそうなんですよ、これちょっと今モザイクかけてますけど、そういう写真なんですよね。だから、まあ、あの子供が悪いことしたぞとかって言いつつも、もう顔とか全部晒しまくってるんですよ、名前とかも全部。親がこんなことして大丈夫なのかっていうことで、ネット上ですごく話題になるんですよね。で、他にもね、あ ツイ,ッターツイートでね、久しぶりにランちゃんと一緒に写真を撮った、もうすぐ9歳、シングルになって8年3ヶ月、パパは幸せですとかって、ま、顔とかも全然ツイートしてますし、こちらはミニトマトが足りなくて、小太りじいさんになりましたとかって言って、えー、息子さんのね写真も開けたりしてるんですよ。がっつり顔とか晒しちゃってる状態なんですよ。で、このお父さんね、まあ、こういうこともつぶやいてたりよ。 俺はは代で犯罪はやめました出てきててきかから真面目とかってね別に言わなくていいかなって元光は思うんですけどね、まあ、実際やってたとしても恥ずかしいことだからさ別にここの文っていらないと思うんですよね今真面目にやってるよっていう感じでいいと思うんですけどこれなんだか既視感がありますよねどっから見たことあるなーってこれ歌ンパパみたいな感じだと元光は思ってるんですけどね、まあ、こういうことを言う人らしいんですよね、まあ、こういう人でで今はめちゃめちゃ炎上したせいでねアカウントがこうやって、ね、削除してるっていう状態になるんです よ、まあ、ということで、ね、どんな批判があったかっていうので、ね、まあ、ちょっと見ていこうと思うんですけど、えー、こんな感じで、ねえー、ゲーム課金のために、小学生が親の財布からお金抜きにっ それがダメなことなのは大前提としてまあそれゃそうだよねそんなん抜き取ること自体は絶対的にダメなんだよまあそれちゃんと教育していかないといけないんだけどその親が子どもの顔を隠さずにツイッターしていることに驚きまくってる顔出ししててそれなりにフォロワーいたら同じ学校の親もいるよまあそうだよね だからえあ,あそこの息子さん、なんかお,お金とか取るらしいよ、あの子には近づかないようにしてとかって言われたりとか、何言われるかわかんないよ、いじめとかされる可能性だってあるし、もうそういうのは、ね、あのきっかけになりかねないんですよ、で、あの子が親の財布からって噂にされるよって、本当そうですよね。こういうい 元光はね子供のためにならないんじゃないのかなって思います。こちらね、いいねさせていただけますねあ。元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローをしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、あと、子供が財布から金抜いてた とアイコンも子供の顔、発信内容も子供のこと、子供の年齢は小学校高学年という最低の毒親がツイートしていて、朝からしんどいっていうことでね、まあ、アカウントをほとんどね、その息子さん、娘さんで作り上げてる、そのアカウントで、なんか子供がね、財布から金抜いてたとかっていうのはちょっと間違いじゃないかって、まあ、そもそも子供の顔とかをそんなにね、発信するのも良くないんじゃないかっていうふうにも言われてます。まあ、元光もね、そっち側なんですよ。あんまり、あのね、 いろんな個人情報とかが流出しちゃうわけじゃないですか。なんか 下手したら、えー、その犯罪に巻き込まれたりとか、子供がね、うん、子供のためにならないと元光は思ってるんで、あんまり良くないんじゃないかな。ということでね、こちらもいいねさせていただきますね。とか、自分の子供の顔写真を自分のプロフィールに載せてるのか、驚愕って親の財布から繰り返し札を抜く小4の子供も問題を抱えていそうだが、まあ、ここら辺でも、子供が悪いわけじゃないと元光は思うタイプですけどね、親の教育次第かなと思ってます。まあ、これがやったからといって、また次ね、 しないように、まあ、どうやって親がね教育していくかっていうのがすごく重要なんじゃないかなとは思ってます。うん、でそれ以前に親本人がやっていいことと悪いことの区別がついてなさそうなんか見たっていうことでねまあ本当そうですねまあ子供って言っても自分のものじゃないからね、うん、あくまでそこら辺は元つは他人だと思ってますちゃんとその子にも、えー、権利があってその子の、えーまあ、害のないように、えー、ツイッターとか SNS ってやるべきかなと親も思うんですよね。 まあ、こうした子供以上に親のやってることがおかしいんじゃないのかっていうような意見結構多かったですよね。まあ、こちらもリツイートといいでさせていただきますね。とか、あと、連日親の財布からお金を取って課金しちゃった小学生もヒーってなるけど、まあ確かにね、普通にちゃんと育ててるつもりだったらそれ、そんなことされたら、うわあ、うちの子どうなってんだってなっちゃいますけど、それをこの顔も隠さず、ツイートしまくってる親もヒーとなってしまったって、まあそうだよね。まあ普通、子供ってあんまりちょっと、 多くの人が多分顔にこうスタンプつけたりだとかあの記念写真撮ったりしてもうあんまりそういうの SNS にあげないと思うんですよね。まあ、こちらもリツイートといいねさせていただきますね。子、まあその,子供のことを考えて色々ね保護したりして SNS 上あげたりするのはいいんですけど、まあ、こんななんか最後からお金取ったぞとかっていうツイートしながら今まで写真とかラバイとかがっつり上げてるっていうのはちょっとね親としておかしいんじゃないのかなって本光は思いますね。 ということで、今回、あるお父さんのねツイートがめちゃめちゃ話題になってるんですけどね、これぜひね、皆さんの意見ね、も本水はお聞きしたいかなと思ってるんで、えー、コメント欄でね、教えてもらえたらなと思います。本水のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。